FCD 不勝手に応援チャンネル始まりましたけども、はい、おめでとうアビスパ福岡。いやあのね、前回動画で喋ってましたけども、はい、あのまあどうなるのかと、うん、と本当に劇的に勝ったわけでしょ。いやそうですよ。しかもアビスパの1点目決めたのが、うん、なんと山西選手。お、去年は FC 岐阜にいて、うん、今年アビスパに今いるわけですよ。はいはいはい、移籍大正解。岐阜的にはちょっと違うんじゃないかってなりますけど、まあでもやっぱり思い入れのある選手がね、まあ頑張ってるからね、気持ちで点決めて、最終ね、うん、もう最終でバシッと決めて、うん、上げてくれて、はい、で J1 で戦うっていうね、うん、まあ来年はね、J、まあ、J3 で岐阜が勝って、うん、まあいい思いできればね。そうだね、まあもう来年を見てね、もうテンション上げていきましょうよ。そうそう、はい、で今回はですね、はい、あのゲストを迎えまして、女性やめてやれよ。何まあ楽しみにしといてくださいよ、ね、僕らの同期の、山本くんです。どうぞ。どうも、ドナイ山本というものです。よろしくお願いします。ドナイ山本やってる、はい、テンション低い男じゃねえか。まあまあ同期で、元相方です、ここが。ここがね、そう、ここ元相方なんですよ。はい、で、ここ今の相方でね。はい、まあ、あの、はい、モテる男というところを演じていこうかなと。お前が呼んだんじゃん。いやいや、まあ今、チャンネル登録者数がすごいいるのよ。はいはいはい。今、2600ちょっと。はい、約2700人ですよ。はい。ね。俺らの9倍いるわけですね。そうですよ。だから、岐阜の長良川競技場の1試合の入場平均ぐらいいるわけですよ。そこと例える。あ、すごいことですよ。いや、それはすごいね、確かに。ああ、だからその入場者を我々にも分けていただこうと。ちょっと出店を出させていただこうと。そう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 。じゃあ、このメンツで今日はちょっと、サッカークイズをやっていきたいと思います。俺は分かるけど、分かんないんじゃないですか。そんなですよ、僕。いや、だから、あの、つまり事前情報によりますと、はい、まあ、サッカーは別に好きなの。好きではあります。で、川口よしかつは好きだと。大好きですね。あの、川口よしかつに寄せたクイズは好きだ。確かに、川口よしかつは好きで、なんか動画を上げてるんだよね。2、3本ぐらい。うん。そうそうそう。元 FC 岐阜ですもんね。そう、元 FC 岐阜なんだよね。そこもゆかりがあると。はい。だから、ちょっと J リーグ、川口よしかつ、これをちょっといい感じに、ま、混ぜた、クイズを、はい、あの出していきますんで、で、まあ、一応ルールとして、はい、あの勝った方が1から10までの番号ありますんで、はい、でそれを、次の番号を言っていただければその問題を出すと。あ、分かりました、はい、分かりました。じゃあ3問先取した方が勝ちと。はい、はいはい、で負けた方には罰ゲーム。はっ、ここ2人でやるんですか。そうだよ。え、風子さんやんないんですか。やめろそういうこと。これ完璧 MC に回る。じゃあ、豊田さん、勝てますかね。取れ高次第では MC もあり。第1問、 J リーグのクラブ数が最も多い都道府県はどこ。はいはい、豊広さん、はい、神奈川県。正解。よし、これはね、もう J リーグの問題なんで。いやまあね、あなたがだいぶ有利ですよ。神奈川県に住んでるよ、こっちは。え、ダメだ、俺静岡って答えようとした。まあまあサッカー王国だからね。でも静岡もそうだ、多いよ、多いよ。サッカーと静岡って意味です。ああ、そうなんだ。そうな、じゃあ本当結構、じゃあ割といい勝負だかもしれないよ。そう、神奈川4つ、静岡3つ。え、FC、横浜 FC、 横浜リノス、フロンターレ、町田ゼルビア。違う違う違う、町田、町田じゃない、横浜か。J リーグとかじゃないから。チリのどこですか。あと横浜ワイリー。あー、なんか新しいやつ。4つ、そうそう、4つでしょ。え、あ、違う、湘南だ。湘南ベルマーレ。もう一回言って。横浜 FC、 横浜 F マリノスで、横浜 YSCC、 湘南ベルマーレ、川崎フロンターレ。1個抜けてますね。どこ。え、岐阜もこの間やってましたよ。そうです、試合しました。岐阜で J3 ですね、今。あ、相模原。正解。あー、そっか、ロープ。どっちが正解か。これ、出題悪くない。全然悪くないよ。
お前が偉そうになんか4つだねって言ったけど。でも、体が分かってたんでしょ。まあまあ、じゃあとりあえず一応、トヨタさんが選手ということで。はい。じゃあ、トヨタさん、2から10まで数字言ってもらえますか?24! 全然カットするし。8! 8ね。はい。川口が FC 岐阜にいたのは何年から何年？はい！早っ。豊広。2015年から2016年不正解はっ、はい、はい、2013年から2017年違います。あのね、1年しかいない。1年しかいないんです。あれ2年です、2年あ、2年あ、2年か、そっか、2シーズン、そうそうそう、2シーズンいるんですよ。はいはい、はい、2013から2015違う、あの、2つ2つですよ。ね、2つ。じゃあ2013だから10。2013から2014。もうちょっといこうか。いや、どんどん答え、どんどん答えろ。いや、でもね。あ、近い、これすごい近い。あ、はい。はい。14から15。正解。同点。同点です。川口の名言。キーパーはほにゃららな人が多い。ほにゃららに入る部分は何？はい。届けろ。負けず嫌い。違います。はいはい。変な人が多い。いやー、まあそうなんだけど。あ、分かった。はいはい。ベジタリアンそれは違います。そんなことはないと思う。ヒントいきます。ちょっとヒント。その前後の文とか。前後の、あー、はいはいはい。これ対談で言ってたんですけども、はい、ゴールキーパーって変わり者が多いってよく言いませんと聞かれて、言い方は悪いですけど何々の人が多いと思います。はいはい、分かった。完全変質者。違う。答えないだろそんなこと。まだなんかそういう公の場で言うこと。あ、はいはいはい。変態。あ、近い近い、すごい近い。もう正解でよくないですか。いや、頑張れはいはい。変人。あ、いや、もうちょっと、あの、変態からもうちょっと、もう一個先。もう一歩さ、変態。もうちょっと具体的に。変態から、変態からもっと具体的にするとアウトじゃないですか。そうかもしれないですけど、じゃあ、これは他に言ってたんですけど、あの、川口が、はい、練習がそうじゃないですか。何本もシュート打たれて、はい、はい、やっと M。 あー、違い。あM の人が多い。そうなんですよ。J リーグからのものですね。はい。ベガルタ仙台のチーム名の由来は、はい、納得はしますよね。そうだよね。まあ、そう、仙台っていうところに、仙台って何があるんだ。仙台はね、有名なね、お祭りがある。はい、豊広さん、ガンベガルタ。ガンベガルタ、ガンベガルタ、ガンバルタっていう。頑張れ、頑張れ、頑張れた。なるほど、不正解です。そうですね、ベガルタ、ダジャレというか、あの、掛け合わせというか、ベガルタ、ベガってなんか聞いたことないですかね。ベガ、トヨさん、あ、お、あ、どうストツ。あのベガじゃないです。そこにもベガはありますけど。ゆかりないから。はい、はい、七夕の何ですか。お、七夕の何ですか。ベガと、うん、あ、わかった、アルタイル。正解。お前 J リーグ問題落としちゃダメよ。あー、そうね、ベガルタってそうなんだね。七夕祭りが有名なんで。あー、そういうことね。じゃあ、というわけで次行こう。違う3ポイント選手しましたんで、山本さん、ちょっと、もう泣きの一問やらせて。これ取ったら逆転させて。お前、4本しか勝ってない。次は3本目ならまだ分かるよ。いいだろ。じゃあ、1回バツくらっとく。シャープ2に行きます。じゃあ1回出すだけ出す。出すだけだぞ。出すだけ。なるほど。はい。一回デコピンだけしとこうか。おう。生産の。じゃあ、わかったわかった。生産のな。
お前から来る山本じゃなくて得意な人がやる。いった入った。はい、じゃあ次の問題いきます。はい、では書き問題ですね、はい、川口のフルネームを漢字で書いてください。早っ、早っ。はい、あー、せーのでしましょうか。まあ、せーので。書けましたか。はい、せーの、ドン。はい、お、二人とも正解。よし。いや、これは当たり前。これは当たり前。そうなの、はい、じゃあ問題、はい、これは書きじゃないんですけど、はい、2018年12月2日に行われた川口の引退セレモニーで、川口に花束を渡したのは誰。はい、奈良崎聖子。正解。おお。あれ、さすが。じゃあ豊郎さん、はい、奈良崎を漢字で書けたの。ああ、なるほど。奈良崎聖子を川口ほど筆が速くないですよ。書き終わってましたからね、さっきこの時点で。奈良崎聖子、フルネームでお願いします。はい、後ろ3文字合ってますね。奈良がこれちょっと、ちょっと綺麗に書いてもらえますか。審議です、審議。何だよ。奈良だけ書いてください。綺麗だろ。シャ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 じゃなくて、奈良を正確に書いてください。シャシャシャじゃなくて、綺麗だろっつうんだよ。正面場ですよ。なんだよ。奈良だけ書きましょう。奈良だけ書きましょう、奈良だけ。じゃちっちゃからでっかく奈良だけ書いてください。ごまかさないでください。奈良だ、奈良だけ。書くよ、ちょっと待って。なんでシャシャシャってすんだよ、ここ。ここひらがなのソって書いてある。なんかソってやつ。なんで、何これ。違いますね、豊洋さん、残念。なんだよ。というわけで勝者は山本です。というわけで豊洋さん、罰ゲーム。じゃあ、いいですか。はい、山本さん、はい、罰の方お願いします。いきます。あああ今腰あたり入んなかった。罰ゲームって。いいって。まあ、いろいろね、あったんでしょう。食ってみ。いや、いいよ、いいよ、いいよ。お前、フラッシュコット忘れたじゃん。しかも、もともとすごい。ちょっとマジで、意外にこいつ格闘技の才能があるんですよ。やだよ、もう。なんで俺、俺受けるあれないんだよ、別に。もう関係ないもん、俺。もうちょっと、もうちょっと。そうそう。うわぁ、やだなぁ。マジでやだ。それでは、はい、山本選手のケツキックまで、3、2、1、どうぞ。締めのコメント。完全違うんだよ。ちょうど穴にね、穴にね、穴に。というわけで、一体以上 ACU 勝手に応援チャンネルでした。ありがとうございました。